ノリスリンクはドイツ・ニュルンベルクに所在する行動コース。全長 2.3km。このサーキット及び開催レースは大都市の中に1市近くにドゥッツェン対飛行があることからモナコグランプリと比較される。代表的イベントであるノリスリンクトロフィーはドイツツーリングカー選手権の中でも重要な一戦とされる。また他のサーキットよりもレースを目近で見られる点が ファンに人気である。サーキット自体は仮設コースだが、全長360メートルのグランドスタンドは常設型になっている。開業当初は8の字型を含む複数の異なるレイアウトでレースが行われていた。現行レイアウトは、緩やかな湾曲部を持つ3つのストレートをヘアピンカーブとシケインでつないだ簡潔なものである。ホームストレートから 緩やかな右カーブのターン1を通過すると、グルンんヒ・ホ本シャビルの手前、左ヘアピンカーブのターン2と緩やかな左カーブのターン3を連続して抜ける。短いストレートの先には、それぞれ90度右、左に切り返すシュケイン、シュラー S があり、脱出でアンダーステアが出た車はここでクラッシュを起こしやすい。その先の緩やかな右カーブを抜けて、 全体ぜ比カーブと呼ばれる二つ目のヘアピンカーブを曲がり、緩やかな左カーブのターン8を通過して一周となる。草場ケスヤーと父屋の死の墓。ありがとうございます。